ハインツ・ブラントは第二次世界大戦中のドイツの軍人、ヒトラー暗殺未遂事件で暗殺された。大戦前は馬術競技者としても活躍した。ペーネミュンデ・ブラントはベルナー・フォン・ブラウンと写真右端のフリー・ドリヒ、オルブリヒとの間の君腹男性、ベルリン・シャルロッテンブルクに生まれる。1925年に士官候補生として第13騎兵連隊に配属される。 1926年、歌詞館に任官。同年から翌年まで不評学校で学び、続いて1928年までハノーファーの騎兵学校で学んだ。1928年12月に少位に昇進。1930年、騎兵学校の騎手となる。1931年、第二騎兵連隊に転属。1932年に中位に昇進し、 翌年騎平学校特別部に転属。この部署でベルリンオリンピック開催の準備に携わる。このオリンピックではアルキミスト号に起乗して障害飛び越し競技で金メダルを獲得した。オリンピック終了後の1936年10月、大尉に昇進して陸軍大学に学ぶ。卒業後、第25不評師団参謀に転属。 1939年4月、同時席参謀。第二次世界大戦勃発後の1939年10月、国防軍最高司令部に転属し参謀となる。翌年2月、第297不評師団作戦部長。同年11月、陸軍総司令部作戦課主任参謀に転じる。1941年1月、少佐に昇進し、翌年4月に中佐に。 昇進、さらに1943年には大佐に昇進した。アドルフ・ホイジンガー作戦部長と共に大本営での作戦会議に出席していたブラントは、1944年7月20日、ボルフスシャンツェでヒトラー暗殺未遂事件に巻き込まれ、左足を失うという重傷を負った。ブラントは、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐の仕掛けた次元爆弾入りのアタッシュケースを、 机上の地図を見るのに邪魔に思い、足で動かして、机の下に押し込み机の足の裏に移動させていた。このためヒトラーは机により、爆風から守られ、軽傷を負っただけで済んだが、ブラントは搬送されたラステンブルクの野戦病院で、翌日死亡した。7月22日に死後特診され、少々に昇進した。ありがとうございます。